まあ、こんな感じで入ってみました。本日はこの真っ黒いベースですね、後ろも真っ黒なんですけど、これをレビューしようと思います。このベースは、バッカスさんですね。バッカスさんのユニバースシリーズ、イケベオリジナル HWL オールブラックというベースです。これサブチャンネルの方で買いましたみたいな動画買った時もまあ撮ったんですけど、本当に真っ黒なんですよ。今アップで撮ってるんですが、全部黒です。このブリッジも黒、ノブにコントロールプレートも黒、ネジも黒、指板も黒、ピックガードも黒、ネックプレートも黒ですし、このペグも黒、ナットも黒です。ストリングガイドも黒、全部黒です。素晴らしい、本当にオールブラックですね。やっぱ黒は撮影が難しいですね。こうやって光が反射してしまうとか、あと自分が映ってしまうっていうのもあります。ほら映ってるの分かりますか、うん、楽器屋さんも撮影が難しいとおっしゃってましたし、ヤフオクとかそういうふうな個人の撮影でも大体こう何かしら映り込みが入ってたりしますね、うん、実際うちの猫のあのキノコさんとタケノコさんも真っ黒なんですけど、生で見てる分には可愛いんですけどね、どうしても写真写りが悪くてですね、まあしょうがない、これは黒いものの宿命かなと思っております。あ、こうやってエンドピンまで黒ですね、素晴らしい。この楽器の今回レビューなのですが、まあ、あの演奏とまたまた分解とかそういうふうなことをやっていこうと思うのですが、まあ、分解はあの別の動画でやろうと思います。で今ここではこのどういう楽器とかいうのをちょっとだけトークさせていただいて、でその後その分解しながら、まあ、調整ですね、例えばピックアップの高さとかネックの反り具合とかを調整しながらというのを、まあ、やりつつ、でそれが終わってからもう一回この本編の動画で演奏でレビューというそういうような形にしようと思います。で今ちょっと軽くこの楽器の説明をさせてもらおうかなと思います。もうこれはあの生産は完了してるっぽいです。さっき池部さんにちょっと電話させて、ちょっと取材、お忙しい中あのちょっと取材をさせてもらったのですが、この楽器はですね2018年の1月31日にあの池部さんのこう記事って言ったらいいんですかね、ホームページ上にあって、まあ、ストラトキャスターと一緒に販売していたのですが、このオールブラック当時の価格で、まあ、販売価格20,350円税込みだ、とてもまあ、お求めやすい価格帯のやつですよね。このバッカスさんのこのユニバースシリーズというのはビギナーユーザーにこそ優れた楽器をという願いを原点に開始されたエントリーラインナップ、中国の提携工場にて製作され、高いコストパフォーマンスと幅広いラインナップが特徴、楽器としての実用性を高いレベルで実現するエントリーモデル、理想的なエントリーモデルということですね。確かにもうあの2万円ぐらいなのかな、な割にはものすごい作りが丁寧かつ綺麗です。まあ、ちょっとこの前の動画でアップしたあのここの指板が痩せてしまったという動画はあるのですが、あれはまあほったらかしにしてしまった理由ですからね、うん、現時点ちょっとこれ指板は回復しているのですが、うん、そこのその点を除いてもやはりとっても綺麗ですね。これはでこのベースはですね WJP の 360R、 昔だと WJB の330なんですけど、その360というモデルを、まあ基本にして、でそこから池部さんのオリジナルの感じのこのブラックにしてるって感じですね、うん、R というのは、まあ、あのこのローズウッドの意味です。でバッカスさんちょっと何個かちょっと種類があるから、そこだけ軽く説明させてもらおうと思うんですけど、WJB というラインがあります。 WJB というのは、まあ、このボディのことなんですけど、リンキーシェイプというちょっとだけ小ぶりなボディなんです。だからそうですね、まあ、あの弾きやすいですよ、こう持ちやすいというか、私180センチぐらいあるんですが、もうちょっと小柄な方だったら多分一番サイズ的にはぴったりかもしれませんね。あと BJB シリーズというのがあります、まあ、これはもうボディが普通の大きさのジャズベースですね、うん、で今回これはちょっと小ぶりにできてます、まあ、その方が正直、うん、いろんな方には扱いやすいんじゃないかなと思っております。まあ、実際これちょっと軽いですしね、ボディはポプラボディというのを使っているのですが、そのやっぱポプラのおかげかちょっと軽いんです。結構珍しい部類のボディではあると思うんですけど、あの意外と昔からフェンダーのヴィンテージベースとかにも使われてたりしますね。なんか噂によると、私が前持ってた74年のジャズベースのボディ、あれはポプラなんじゃないかっていう
話もあったんですが、確かにちょっと見慣れない木目ではあったんですよね。で今回この名前がですね HWL という名前です。この WL というのは、まあ、ウッドラインというあのバッカスさんのシリーズのところから出てきていて、でこの頭文字の H というのはですね、まあ、イケベでオリジナルをしたらこの H というのをつけて販売するそうです。ですので、まあ、同じストラトの方も HST というストラトなんですよね。こちらもその HWL という、まあ、イケベさんオリジナルのラインです。軽くスペックを言っていくと、まあ、ボディがポプラ、ネックがメープル、まあ、こうやってもう全部黒塗りしてるから、まあ、メープルかどうかちょっと、まあ、生で見ることはできないんですけど、まあ、大体ネックはメープルですからね。でフィンガーボーダーローズウッド、ブリッジがヴィンテージフィクスドタイプ。このフィクスドタイプっていうのは何を指してるんでしょうねこれね。まああれかな、あの70年代っぽいあのこうギザギザの溝じゃないやつですから、多分そのことを言ってるんじゃないかなと思いますね。マシンヘッド、まあ、ペグですね、オープンギアタイプの、ピックアップがオリジナル JJ セット。これあのいわゆるバッカスさんのユニバースシリーズとかによく使われているオリジナルのやつですね、うん。まあ、ちょっと後で分解していろいろ見てみようかなとは思います。でコントロールは2ボリューム1トン普通のジャズベースです。で34インチ、これもまあ普通のジャズベースかな。フィニッシュはウレタンフィニッシュ、そうですね。まあ、おかげさまでやっぱり傷とかには強いですね。私が買った時点でちょっと小傷はあるんですが、多分これラッカー塗装だったらもっとひどい目に遭ってるんじゃないかなと思います。ではこのベースちょっと今からあの分解していきますので、それはあの別動画の方をあのご覧いただけたら嬉しいです。では今から演奏の方でレビューしていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、組み立て終わりました。今もピックアップの高さとかネックの状態とかも今私の好みもう完璧に近いですね今。まあ、そんな感じでちょっと今からこれを弾いてみようと思います。用法ピックアップ全開、トーンも全開でいきます。音ですね、まあ、うん、やっぱりちょっとラインで聞いても思うんですけど、押し出し感に関してはやはりアルニコピックアップに比べるとどうしてもちょっと弱い感じを感じますね。でもまあ今調整がいいせいなのかな、すごいバランスのいい音ではありますね。なんか何かに偏ってる感じはしないですね、うん。スラップもバシッていきますし、という意味では前回とかあの私が弾いた74年のジャズベースとかあの辺の方があるような、まあしょうがないですよね。これは約2万円ぐらいのものですからね、うん。2万円ぐらいの楽器が30万円40万円の楽器と全く同じ音が出るはずはないんですよね、うん。やっぱピックアップですよね。やっぱりピックアップがちょっとやっぱり安め弱めのピックアップですので、バランスはいいんですけどね、音の綺麗な感じというのはあるのですが、どうしてもこう押し出し感というものはちょっとやはり弱いものを感じますね。まあでもぶっちゃけた話、もう作りはすごいいいんですよ、うん。木材の全体的な組み立てとかそういう風なこの作りはとてもいいので、もうあの分解してる時も私言ってたんですけど、部品を交換することによってこのベースはものすごい化ける可能性があると思いますね、うん。まあ、一応ちょっとリアピックアップの音だけのやつもちょっと弾いてみましょう。
まあこんなもんでしょうね。まあ、やっぱりリアピックアップの音はちゃんとしてると思います。ではちょっと次フロントピックアップいってみようと思います。まあ、フロントピックアップも、まあ、普通ですよね。やはりそのユニバースシリーズというのは、まあ、ビギナー向けなわけで、この楽器そうビギナーの方 の、まあ、そのどんどん上手くなっていく過程においてはとてもいい楽器だと思いますね、うん、やっぱりまあ当たり前ですけど、そのフロントピックアップとリアピックアップ その音の違いっていうのははっきりするわけじゃないですか。でもこれでやっぱりそのニュアンスのこう学ぶって言ったらいいんですかね、音を覚えるって言ったらいいんですかね、それに関しては全然何の問題もなくできる楽器だなと思います。ちょっとトーンを絞ってみようと思います。トーンを絞って両方ピックアップ全開で弾いてみようと思います。うん、まあ普通の落ち方ですよね。今全開です。でもう一回全部絞ります。うん、普通のジャズベースの音ですね、うん、まあランクって言ったらいいんですかね、その50万円60万円と、まあ、2万円3万円っていう、まあ、このランクは違いますが、ジャズベースという枠の中ではとても普通の音がしています。いやまあそうですね、ビギナーの方にはこの楽器いいですね。ちゃんと練習しがいがあると思いますよ。まああとはその販売店でどこまでちゃんと調整がされていたかだとは思うのですが、調整ができる楽器ですね、うん、私そのアリエクスプレスとかあの辺で、まあ、とても安い楽器を、まあ、2万円とか3万円とかで購入したことがあるのですが、あの辺の楽器は正直な話、調整が不可能な楽器というのもありました。この楽器に関してはもうバッチリ調整ができました。今私の好みです。もう本当にこれネックの感じとか弦高の感じとか全てにおいてバッチリですので、やはりそういう調整ができるという意味でやはりバッカスさんはすごいなと思いますね。過去に何本か私バッカスさん買ってます。で全部それができました。ここのこの距離が短いとかいう好みに、私の好みにおいてちょっとこうなんだ場所を変えたとかそういうことをしたことはあるのですが、決してその楽器も調整ができなかったわけではないんですよ。バッチリ調整ができた楽器ですので、やはりバッカスさんはいいですね、うん、エントリーモデルでこう思うんだから、まあ、高いモデルもあるわけですけど、まあ、そっちの方とかもちょっと興味がありますね。どんな感じなのかなっていうふうに、まあ何にしろこの楽器そうですね、今中古で私1万円ちょっとぐらいで買ったのですが、これ1万円だったらいいよな、なんかいろいろやりがいがありますもん。もちろん最初に練習する方にもこれはとてもおすすめしたいですね。あそうで、これはちょっと言わなきゃいけないことなんですけど、まあやはり分解してて思ったのですが、導電塗料とかを塗るようなそのノイズ対策に関してはやはり甘いですので、ちょっと手離しますよ。ジーって聞こえますでしょうか、うん、まあ、手をこうやって触れると何の問題もないのですが、やはりこのノイズの対策に関しては何かしらこうやった方がいいんじゃないかなと思いますね。その本番とかそういうので長く使っていくというのでしたら、うん、まあでもこのノイズ対策に関してはもう本当にそのヴィンテージ60年代の最初の方の楽器とかもされてないんですよ。まあ全くされてないわけじゃないです。下の方にそのプレート、金属のプレートを敷いてちょっとでもこうシールドできるようにとはなっているのですが、この楽器に関してはもうそれが全くされていない状態ですので、どうしてもこうジーっていう音がしてしまうんですよね。
だこれは何かしらの対策をした方が、まあ、長く続けていく上ではいいかなと思います。まあ、もちろんこうやって手に触れてればその音はしませんので、なんかこうあれですね、まあ、そういうふうなこう触れてる癖がある方だったら何の問題もないかもしれませんね。まあ、そんな感じのレビューです。じゃあ最後にはちょっと何か弾きながらお別れしようと思います。役に立つベースのことをチャンネル登録、高評価、コメント、いろいろとお待ちしておりますので、これからも一度よろしくお願いします。